青の円盤にて、今まで未解禁だった御三家たちが全て解禁されたので、今回は草御三家統一でランクマに潜っていこうと思います。青の円盤で新たに解禁された草御三家は、不思議花、メガニウム、ジュカイン、ジェローダの4匹だな。というわけで、せっかくだから解禁されたてのその4匹は採用確定。そして、青の円盤より前の時点で解禁されていた、ドダイトス、ブリガロン、ジュナイパー、ゴリランダーは今回は採用せず、代わりに SV 御三家であるマスカーニャと、我が愛都市のドレディアを採用する感じでいこうと思うわ。いや、ドレディアは草タイプではあるけど御三家ではないのでは？いや、そうとも限らないわ。御三家はずっと共に旅をする仲間だから、私の生涯のパートナーであるドレディアも実質御三家だし、それだとみんなの相棒ポケモンが大体御三家になっちゃうじゃねえか。あと青の円盤でドレディアが魅惑のボイスを、そして翡翠ドレディアがトリプルアクセルと早手返しを習得してくれたのは、私にとって嬉しい御三だったし。御三家じゃなくて御三家じゃねえか。それにしても、草タイプには独自の強みもあるとはいえ、技範囲が狭かったり弱点が多かったりで不利な部分が目立つけど、草御三家統一で勝てるんだろうか。テラスタルを活かせば弱点をカバーできるからなんとかなるわ。新しく解禁された草御三家の中には、テラスタルの力を活かせそうなテラニウムもいるしね。メガからテラになって100万倍強くなってる。さて、というわけで草御三家統一でランクマに潜っていきましょう。草統一だと、炎オーガボン、サンダー、海流あたりが相性的に辛そうだな。でもその子たちは全員には抜群だから、今回は岩テラバースト型のドレディアが刺さりそうね。とはいえ、ドレディアはサンダーや炎オーガボンより素早さが低いし、お相手の火力が高すぎて超前を積む余裕もなさそうだけど、果たしてドレディアを通せるだろうか。他の子たちでドレディアをサポートしてあげたいわね。というわけで、こちらは壁張り要因のジャローだと、晴れ指導要因兼晴れイスの揚力素不思議花、そして揚力素ドレディアを選出する感じでいきましょうか。壁や晴れを展開すればドレディアが動きやすくなりそうだな。それにしても、ザマゼンタはさっきからパソコンの前で何してるの？ああ、我が今やってるのは今流行りの人気ゲームパルワールドだが、ポケモン動画中に別ゲースな。まあでも、世界観がポケモンに近いから楽しめそうだぞ。それにこの子とかドレディア感がすごい。よければ皆様チャンネル登録と高評価よろしくお願いしまーす。はい、そこでごまかそうとしてどうする。さて、お相手の先発はウラオスか。しかも水ウラオスみたいだけど、草統一相手に水タイプが出てくるということは、アイススピナーか何かの氷技を持っているんでしょうね。そしてこちらの先発はジャローダ。ジャローダは SV だと、テラバーストくらいしか良さそうな新技をもらえてないけど、ステラテラバーストと相性が良かったりするよね。特性山の弱でステラテラバーストを打つと、逆に攻撃、特攻が一段階上がるからな。まあでも、ステラテラスしても草単タイプの耐性を変えられないから、草統一だとステラは活かしにくいけどね。それにジャローダなら天の弱リックストームでも火力を上げられるから、今回はステラは採用せず、サポート中心の壁張り型にしてみたわ。ジャローダはアタッカーとしてもサポーターとしても優秀だから、サボさん家の中で一番採用率が高いみたいだね。だがそんなジャローダも、特性山の弱が解禁されるまでは不遇と言われていたらしいから、特性が大事だということがよくわかるな。いっそのこと、ドレディアも特性山の弱になったらいいんじゃないか。リーストームで火力が上がるのはかなり強力だからね。いや、天の弱だと積み技の超の舞が使えなくなるし、ドレディアが強くなるのはいいことなんだけど、天の弱はドレディアのイメージに合ってないから却下。トレーナーが天の弱だった。さて、次にリークストームを打てばウラオスを倒せるけど、裏に羽ばたく神とかの特殊アタッカーがいてもいいように、先に光の壁を張っておきましょうか。あと一発ならアイススピナーを耐えそうだし、壁を張る余裕はあるかもね、と思ったけど、トンボ帰りで交代してきたか。そして出てきたのは炎オーガボン。炎オーガボンなら、蛇にラミで麻痺させて素早さを下げつつ、ドレディアで上から岩テラバーストを打てば倒せるんじゃないかな。命の玉岩テラバーストで、大キューブ振り炎オーガボンさんを確定一発で倒せますからね。オーガボンはドレディアに炎を打ったコンボを打ってくるだろうから、岩テラスタルで炎半減にしつつ超の前を眠っててもあるけど、スタコンボは急所に当たりやすい技だから、炎テラススタコンボが急所に当たってリフレクターを貫通されたりするとまずいか。確実にオーガボンを倒すことを優先した方が良さそうだな。ちなみに、天の弱なドレディアはイメージに合わないという話だったが、ドレディアが天の弱になったらどんな感じになるんだろうか。天の弱ですか？たまたま暇だったから誘ってあげただけなんだからね。かわいい。それは天の弱ってうかツンデレなのでは。よし、岩テラバーストでオーガボンを突破できたわ。でも岩テラスタルしたことで水抜群になっちゃったから、次は水ウラオスが出てきたわね。超前を詰めていないから、水ウラオスには先手が取れない可能性が高いな。というわけで、ここは水流連打読みで不思議花に交代しつつ、日本バレで晴れを展開していきましょうか。不思議花は、ドレディアと同じく特性揚力素だから晴れアタッカーになれるね。私が習得できない大地の力を覚えられるのが羨ましいですね。ドレディアも大地の力をもらえるといいんだけどね。そして不思議花といえば、同じく初代出身で草、毒タイプのラフレシアがいるんだけど、なぜラフレシアはドレディアにないムーンポーズを覚えるのかしら。まさかの唐突ならフレシアへの飛び火。さて、ウーラオスがステラテラスしてきてまずいと思ったけど、リフレクターのおかげでなんとかアイススピナーを耐えてくれたわね。そして晴れで揚力素が発動したことで、次のターンに先手を取ってウーラオスを倒すことができたわ。晴れやリフレクターがあって突破できないと判断したのか、先制技のアクアジェットは打ってこなかったな。あとはこの赤月がチグマを突破できれば勝ちか。ならばここは、不思議花が SV で新規習得したアシッドボムの生かしどころね。お相手はもうテラスタルで耐性を変えられないから、アシッドボムで特防を下げてしまえば、ドレディアの命の玉木がドレインで確実に倒せるようになるね。今の私は岩テラスタル
しているので格闘抜群ですが、仮に先制技の真空波を打たれたとしても一発は耐えられるので問題ありません。というわけでヒガドリーンをくらえー。よし、素晴らしい活躍よドレディア。暁がチグマを突破したことでなんとか草子三家統一で勝つことができたわ。対戦ありがとうございました。さて次の試合、お相手のパーティーは設置しているポケモンが多いからマスカーニャで毒菱を巻きつつ耐久型メガニウムで粘るという動きをしたいところなんだけど、お相手の先発は特性マジックミラーの AP だから毒菱を打つと反射されちゃうね。ワープタイプのマスカーニャの前で居座りたくはないだろうから交代読みで毒菱を打つという手もあるけどな。とはいえ初手からそれはリスキーすぎるから、まずはマジックミラーでも反射されないトリックを打ってこだわりスカーフを押し付けちゃいましょうか。で AP は格闘テラスタルしてきたか。先手でスカーフトリックを打てばマスカーニャが特性変幻自在でエスパータイプになるから格闘技を打たれる分には問題ないかな。そうね、あとはトリックで何をもらえるかだけど。気まずすぎる。スカーフ交換会になってしまった。まあでもエスパータイプになったマスカーニャに対してスカーフで格闘テラバーストを打ったのであればお相手は次のターンは交代したくなるはず。だから次は交代読みで思い切って毒菱を打つことにしましょうか。こちらはトリックで一度スカーフを手放していてまだ技がこだわられていない状態だからな。お、本当に交代してきたね。これで毒菱が通るけど、でもスカーフで毒菱を打っちゃって大丈夫だろうか。毒菱でこだわっている間に剣舞の起点にされるかもしれないわね。ならばここは新規習得技の早手返しでバレットパンチを阻止できる樹海に交代しましょう。樹海は早手返しだけじゃなくて使い手が少ない尻尾切りも習得したらしいけど、今回は尻尾切りは採用してないんだね。まあ草統一で尻尾切りを打ったところで一貫する技を打たれて交代先の身代わりが割られちゃうだけだから、今回は尻尾切りは採用せずタスキがムシャラ型で育成することにしたわ。樹海は特性狩る技だからタスキが発動したことで素早さが2倍になってスカーフ AP の上からがムシャラを打つことができたな。がムシャラプラス毒ダメージで AP を突破できそうだね。この試合では早手返しは打たなかったけど、タスキがムシャラと早手返しの相性も良さそう。タスキがムシャラを見せるとほとんどの人が先制技で樹海を倒そうとしてくるから先制技読みの早手返しが決まりやすいのよね。尻尾切りなしの樹海もなかなか強い気がするわ。だが樹海がやられてしまった状態で毒菱が効かないハッサムを突破できるんだろうか。剣舞を積まれなければメガニウムで倒せるはずよ。だからここはトリックでハッサムにスカーフを押し付けて剣舞できないようにしちゃいましょうか。でハッサムはハチマキを持っていたみたいだね。ハチマキを奪ったことで火力が下がったのは美味しいけど、メガニウムってここから見立てできるほど強いポケモンだったっけ。メガニウムは種族値的には耐久型向けなんだけど弱点が多いクサタンタイプということもあって活躍させるのが難しいポケモンと言われているわね。でも SV のメガニウムは良さそうな新技をいろいろと習得したし、テラスタルでタイプを変えられるようになったからランクまでも戦えるポテンシャルはあるはずだし、ここから見立てできる可能性だって十分あるはずよ。それに特性ヒデリの球根が出てきたことでメガニウムの特性リーフガードも発動したしね。ここでリーフガードが発動しても特に恩恵なくない。同じ草タンタイプの御三家でもメガニウムが採用率圏外でジャローダの採用率が高いところを見ると特性の重要さがよくわかるね。リーフガードはあまり使い勝手がいい特性じゃないからな。やはりメガニウムも天の逆になってみればいいんじゃないか。天の逆にこすりすぎだろ。で別に2世代のストーリーであまりに刺さらなすぎて不遇御三家と言われてるし、 SV でも最弱御三家と言われたりするけど全然悲しくなんてないんだからね。かわいそう。さてこのメガニウムは新規習得技の呪いと叩き落とすを生かして火力と耐久を上げて粘りつつ宿り火の種でじっくり相手を倒す方になっているわ。そして球根はソーラービームを打ってきたか。こちらの水テラスタル読みか何かだと思うけど毒テラスで半減にできたね。特殊耐久に特化したメガニウムなら球根の命の玉晴れオーバーヒートも2回耐えられるから呪いを積みつつ光合成で回復していけば毒と宿り火ダメージで球根を突破できそうね。球根がアンコールを打ってきたら厄介だが、お相手の動き的にアンコールは持ってないと見て良さそうだな。晴れで光合成の回復量が上がっていることもあって HP に余裕を持ったまま球根を倒すことができたね。というわけであとはスカーフハッサムだけだけど、毒テラスタルしつつ呪いを積んだメガニウムは突破できないはずだからここで降参をいただいて勝つことができたわ。対戦ありがとうございました。さて次の試合、お相手のパーティーはデンチュラでネバネバネットを巻いて中速エースで無双を狙う構築に見えるわね。虫タイプのデンチュラ自身がこちらに刺さっていることもあって先発からデンチュラが出てきたな。デンチュラより樹海の方が素早さが高いけど電磁波を打たれて先手が取れなくなっちゃったね。まあでもこちらも岩石封じを2回打ってしまえばお互いに素早さが半分になるから再びこちらが先手を取れるようになるわね。だからお相手が電磁波ネバネバネットと動いてくるのであれば樹海が無傷の状態でデンチュラを倒すことができる。麻痺でしびれてしまった。まあでも次のターンに動けばデンチュラを突破できるから頑張って樹海院、しびれずに行動して。やはりデンチュラか。一討伐する。私も行動する。樹海院、行動できてないじゃねえか。
樹海院がやられてしまったけど、でもよく考えると、ジャローダのリークストームでデンチュラを突破しつつ、特攻を2段階上げられると考えれば悪くないかな。いやでも、ネバネバネットで素早さが下がって先手が取れなくなるんじゃ、と思ったけど、そうか、天の弱だから楽に素早さが上がるんだったね。デバフの対策にもなるし、やはり天の弱は強い特性だな。同じ草タンタイプとして、ドレディアにもこういうわかりやすく強い特性が欲しいわね。例えばマイペースなドレディアに似合いそうな、大順とかをもらえたりしないかな。大順調の前はさすがに強すぎるだろ。それにしても、SV に特性単純のポケモンって誰かいたっけ？ビーダルや心森は SV に内定していないから、残るは、トンネルしかもういないじゃない。フリーレン様そのネタ微妙に旬すぎてます。さて、次に出てきたのは海流。ユーマイを2回積まれてしまったけど、リフレクターを張ったおかげで飛行テラバーストをギリギリ耐えてくれたし、海流が飛行テラスしたことで草技が4分の1から2分の1になったから、リッストーム連打で海流を倒せてしまったわ。リッストだけで飛行テラス海流に勝てるの強すぎでは？で、お相手の3体目はサーフウォーカー。裏のメガニウムのために光の壁を張ってもいいが、特攻が6段階上がっているし、リクストームで削るのもありだろうか。そうね、半減のリクストでも相当削れるでしょうから、リクストを打ってメガニウムの畑落とす圏内に入れちゃいましょう。リクストで風船が割れたことで、畑落とすの威力が下がっちゃったけど、ここまで削ればさすがに畑落とすで倒せそうだね。というわけで、次はメガニウムを出して畑落とすを打ったんだけど、自己再生で回復されてしまったわね。よく考えたら、ここは畑落とすじゃなくて呪いから入った方が良かったわ。このメガニウムは特防特化だから、ゴールドラッシュを2回打たれても耐えていたし、呪いから入っても特に裏目にはならなかったはずだからな。黄金の体のサーフ号に宿り火の種は効かないから、サーフ号の悪巧みゴールドラッシュで押し切られる前に呪い畑落とすで突破できるかどうかの勝負になりそうだね。この勝負どっちが勝つか賭けない？いいだろう、樹海院の魂も賭けよう。この場にいない者の魂を勝手に賭けるな。さて、呪い畑落とすでギリギリ半分くらいのダメージが入ったわね。もう一回呪いを積めば、畑落とすで覚醒2発になりそうだけど、サーフ号が悪巧みを積んでいるから、これ以上呪いを積む余裕はなさそうだね。1積み畑落とすで押し切るしかなさそうだけど、よし、急所に当ててくれたのは美味しいわね。そして次のターンもサーフ号が自己再生で回復してきたけど、次の畑落とすも急所に当ててくれたわ。なんかずるい。さあ、というわけで悪巧みゴールドラッシュをなんとか耐えて、畑落とすで倒して勝つことができたわ。対戦ありがとうございました。さて、それでは今回の動画はここで終わりにしたいと思います。今後も対戦動画を投稿していくので、よければチャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。ではでは。